という感じなんですが、左から、石川県のたくさんの方あの間違えましたか、たくさんキノコの種類が並ぶ中央は河内鴨の肝のお刺身、一番右端がたくさん型豆腐のお刺身になります。これ今火入れましたんで、煮立ってから前後しても大丈夫なんですけど、この脂身とこのミンチと一緒に最初に入れてくれる、あとお野菜入れてくれる、最後はお野菜だけちょっと残してもらって、青野菜とロースですね。沸騰したらですね、流れてみたいな感じですね。まだでも、ある国の長生きしようとか、大正の後半から中年以降から昭和の10年代、5年くらいまで後ろに、もうドバッとドバッとどうぞ、いや、もうこのままずっと沈んだままで、うん、それぐらいか、もうちょっと、うん、それぐらいで。丸くならないけど。いいです、いいです。でしょうか。うん。
味しかった。これそれでもうちょっとこれブクブク言わせた方がいいんですか。いや、もうちょっとでいいんですよ。こんな感じどう。ちょっときついんじゃない。こんな感じ。